はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルイシです。では今回はステラリスガンダムモッドの続きをプレイしていきたいと思います。でちょっとねお金が画面左上109-15になってるんですけど、どんどん減ってきていて、打つ手を取るのがちょっと遅かったかなと思うんですけど、いくつか建物をですね、この通貨を算出するものに建て替える指示を出しましたので、しばらくの間はマイナス状態になるかもしれないんですが、どっかのタイミングでねプラマイゼロぐらいまで持っていければいいかなと思っています。でちょっとその作業をね、引き続きやっていきます。このねポンプがあんまり取れないところというか、まあそもそも資源の産出量が少ないところで、かつその通貨がいっぱい産出できるような施設があるところ、建てられるようなところはそういうものに変えていくという、まあ、苦肉の策ではあるんですけども、そういうことをやっていって当座をしのげればいいかなというふうに思ってます。やっぱね通貨はそうは言っても4以上は産出してくれるようなところでないとあまりうまみがないかなとは思うので、マイナス10、もう本当に時間ないね。なんとかしていかないといけないかなというところなんです。こういうところですね、螺旋フィード型パワーハブ、これ6産出するんで、こういうのをちょっと立てていきます。これでだいぶ建物が完成した暁には改善が見込めるかなと思いますんで、しばらく厳しいとは思うんですが、これで一旦当座しのぎましょう。本当にね厳しいですよね、お金がないっていうこの状況。でもうすぐまた影響力が60に増えそうな気配はあるんで、まあ、そこでね確認をしていきたいと思います。で第三艦隊は一旦修復が完了しているので、財布に派遣して、財布にいる艦隊を今ね修復できるので、これを修復しにかかりましょうか。で研究は何研究職？そうだな、ガンキャノンとか、まあそもそもガンダムもいるかというと微妙だよな。まあちょっと一応すぐに終わるものということで入れておきましょうか。パワーハブが完成してくれればギリマイナスにならずに済むかもしれないな。いや本当にねお金がなくて厳しいんですよね。どっかに入職またしていきたいな。このオプレオン3と LA か 1A か、まあ、いずれにしてもここは入職可能ですよね。ここに入職をしていくというのもありだよね。よし、なんとかマイナスにならずに済みましたね。大量に突っ込んだおかげで。ただ今度ポップが、まあ、つまり食料ですね、198-3になってますけど、これが危なくなってくるんで、そのうちここをなんとかね解消していかなきゃいけないかなというふうには思います。これをどう解消していくかだな。おっとちょっと待ってくださいね。
第4遠征艦隊、サイフだな。もうサイフはね、しょっちゅう戦闘が起きるからな。サイフ、1900か、これは。海賊艦隊。まあ、勝ってくれるとは思うけど。こちらもそれなりに削られる感じにはなりそうですね。でかいもんね、敵艦。単純に。ここに今ホワイトベースがいますけど。戦闘自体は有利には進めているんで、このまま敵艦を破壊しましょうというところかな。で、研究はガリガリ進めていきます。いや、お金がないな。いや、お金じゃない。お金の次は今度はポップがないな。いやー、なかなかこの辺の資源管理のバランシングが本当に難しいですね。そうすると、アップグレードする、2型にアップグレードしちゃって生産物を増やしていくしかないかな。再び財布に敵艦隊か。いや、財布本当に忙しいところになりますね。となると、このあと財布、地球圏に今いる艦隊を考えた時に、1900か、ちょっとこの財布にいる艦隊、第二遠征艦隊と入れ替えた方がいいかもしれないな。財布の艦隊が破られるっていうのは避けたいもんね。しかも結構削られてるね、今回は。ちょっと待ってね。これさ、第4遠征艦隊やられたな。まあ、ただ第3遠征艦隊が今サイフには向かってるので、まあ、そこでなんとか対応していくしかないかな。本当に厄介だよね、海賊艦。ま、ここはしばらくというか、この第三遠征艦隊が到着するのを待つしかないかな。
艦隊本当に増強すれば増強するだけ強くはなるんですけど、その分維持費に金がかかるっていうね、どうにもならないよねこの辺りは本当に。猛烈に第4遠征艦隊がやられたのが痛いな。まあ、いずれにしても第4遠征艦隊に関して言うと、一旦地球圏に戻して戦力を一から増強をかけていかないといけないかな。財布にその常駐させる艦隊はもうちょっと強力にしておかないといけなかったかもしれないですね。第3遠征艦隊が1900の戦闘力なんで、これがその財布での激戦に耐えられるかっていうのがちょっとクエスチョンですけど、まあしょうがないな。さてちょっとまたポップに余裕が出てきそうな気配があるんで、建て替えでまたいずれ、おーこれとかめっちゃ美味しいね、ベザリアン発電所。ただこれには惑星管理区が必要か。これはすぐには建てられる気配はないんで、ちょっと一旦スキップしちゃって、アップグレード、いやアップグレードじゃないな、ここは建て替えだな。とはいえここもベザリアンがないとダメか。ここもきっとベザリアンが必要だって言ってくるよね。うん、となるとサイド3は一旦置いておいて他だよね。除去、この辺も除去しちゃおう。金がないか、財布。ただ財布には今艦隊が向かってるんで、ちょっと待ちましょう。待ってもらうしかない。建設完了したで。民間ステーションが破壊されたら。分かっている、分かってるんだ、ちょっと待ってよっていうね。武器取引できなかったんだよね。やり方がちょっとね、正直言ってよく分かんなかったっていうのが、一応財布の上空に派遣はしてたんですけどね。ちょっと待ってね、艦隊の修復ができたということはだ、第4衛星艦隊は地球圏に戻ったんだな、ボロボロにやられた後に。ちょっとでもいいんでね、
金が入るような仕組みを作っておかないと。財布には一旦第三遠征艦隊をそのまま駐留させましょう。でポップがあふれてもったいないんで、ちょっとポップを輸出に使っていく。再びで金を得ていきましょう。まあ対等な関係でいろいろやってくれるのは、今だと国対国でいうと半択ぐらいしかないんで、どうする？一旦ティラティルス独立国とか、ここ以前戦争してたところ、ボルク、破壊帝国みたいなそんな名前のところと、なのでまずここはポップを提供しましょう。毎月、そうだな、今プラス6出ちゃってるんで、6を食って代わりに、ここはエネルギー通貨だな、いくらあっても困らないエネルギー通貨、これを。1でもいいからもらっとく。結局のところ、捨てていくよりかはもらっといた方がいいからね、1であっても。でさらにですね、ハンタク、まあ、ハンタクはねいつも良きにしてくれるんで、ハンタクにも同じ条件で申し入れしましょう。まあノートは多分行ってこないと思う。さてこれ出た、建設船を派遣していきましょうか。ってくるとこの鉱物資源がね全然足りないよっていう話になるんで、ほんとね財布困るんだよね。さてじゃあ何をやっていくかなんですが、おっとこれはビームキャノンか、ロンドベルのビームキャノン、これは美味しいんじゃないの。ビームキャノンにちょっとわからないけどメガ粒子砲的なものでしょう。これをやっておこう。完了まで76ヶ月とちょっと時間はかかりますけどね。であとは今全く余裕があるという状況ではないんですが、簡単に設計だね。巡洋艦って今持ってないからね。まずは
自動生成で入れていく。これで艦隊値は悪くはないよな。まあコストが883を高いと見るか安いと見るかっていうのがちょっとわからないけどね。まあただあのホワイトベース作るよりかは全然安いというか金はかからないという感じはしますけどね。ホワイトベース2000超えてくるんで。建設完了したで。そうするとこれをサラミスカイみたいな形にして巡洋艦として登録しちゃいましょうか。結局サラミスって巡洋艦ですもんね。ただ今巡洋艦ってその同じサラミスでも駆逐艦にサラミスってつけちゃってるんで、ここはじゃあ巡洋艦のサラミス海っていうのを巡洋艦扱いにしていきましょう。でその大量にどうしても作るわけにはいかないというか作れないというか、ホワイトベースを量産できれば一番いいんですができないというのもあるので、この巡洋艦を量産していくという形に少し切り替えをしていきましょうか。でこうなってくるとだ、建設船余っているのがあるんで、サイティーンに進出してここに宇宙基地を建設していこう。鉱物資源が欲しいなーってなってきちゃったんで、今度はスコーロームがただここで完全に支配下に入ればまあ安心かな。ターバンに艦隊置いとく必要あるか。いやー一応怖いもんな。第二遠征艦隊はやっぱり上部に置いときたいし、財布は財布で残したいとなると、やっぱりそのここだな、オプレオン、ここにコロニー船を派遣して新たに入りましょう。ちょっと待ってね、何が起きてる。艦隊任務キャンセルされていて、どこでスコーロームか。やっぱりな、スコーロームあると思ったよ。じゃあスコーロームに艦隊を出しましょう。でスコーロームはスコーロームで艦隊を出す、最強の艦隊ですね、第二衛星艦隊。今我々の持ってる最強の艦隊を出すんで、まあ、これで一旦よしとして、コロニー船の建造をしてみましょう。 The spaceport tab is where we view orbiting fleets and build new civ-一応怖いんだね、スコーローム。ここは見ておこう。1900か。巡洋艦が2、ブリゲートが5か。分かってる。
ここにホワイトベースがいますね。海賊船も結構強力なのは強力だからな。特に戦艦クラスをね、まあ、巡洋艦クラスかな、巡洋艦クラスをさっさと撃沈しちゃわないと味方の被害もそれなりに大きくなってくるっていうのがあるんで。今回は楽勝とは言わないまでも、まあ、一応勝てそうですね。第4遠征艦隊を一刻も早くね増強してあげたいんだけどな。今サイティーンに前線基地、スコーロームはしばらく艦隊を駐留させて建造ですね、採掘ステーションの建造で、サイフには破壊された採掘ステーションの回復のために建設船と、あとはまあ肝心要というわけではないんですけど、サイフ自体にも艦隊を駐留させておくというところになりますね。でコロニー船ができたら、まだできてないね、コロニー船ができたら、新しい入植を始めていくっていうところかな。で、その入植の目的地は、ここ、オプレオン。ここね、ちょっと期待はできるかなと思うので。通貨は劇的に改善したね。あとは鉱物資源だな。鉱物資源も欲しいんですけど。そしたら鉱物資源が大量に取れるようなところがないかっていうのを確認していく。ここ鉱物いいよねみたいなところがあれば考えたいですよね。ちょっと地球にはないかな。これ美味しいね。でも惑星管理局作っちゃうっていうのはここにね、まあ鉱物資源が全く足りないんで厳しい。いや、鉱物資源はやっぱりあれだな、その前線基地を拡大して取っていくっていうのが一番賢いかなっていう感じですね。まあちょっと敵の海賊艦隊も強くなってきてるんで、本当に鉱物資源をバリバリ溜め込んでは艦隊の増強で、比較的今お金通貨ですねは1153でプラス36とだいぶ改善してきてるんで、このままいけばしばらく鉱物資源は余裕がある状態をキープできるんで、艦隊の増強をしてもプラスを維持できそうです。黒字をね、
で、あとちょっとね、そろそろいい時間なんですけど、今後の予定なんですが、ステラリス、まあ、今見てもらってるこちらはそのままプレイを継続して、あとはですね、栄冠9、パワープロ2018の栄冠9の方は、一旦不定期更新の方に切り替えますと。で、その他のところで言うと、近々プレイ開始予定のものがですね、一つが、ヨーロッパユニバーサリス、これパラドゲーなんですけど、これを一応やる予定です。The Ascension Perks that we can potentially unlock. Some Ascension Perks may have special requirements, like technologies, or having a certain number of already unlocked Ascension Perks. ちょっとアセンションパークの方見てますけど、これ結構おいしいよな。障害物除去コストマイナス33もでかい。まあでもここは研究だよね。研究マイナス10にしよう。10というかプラス10かな。研究速度。あとですね、提督の決断3。これ買ったんで、これもね、近々プレイを開始できるかなと思います。なので、これからもね、続々と新しいゲーム投入予定なので、お楽しみにしていただければなというところなんですが、コロニー戦が出来上がってますね、いつの間にか。なのでコロニー戦を入植させていきましょう。結構問題ありそうだけどね。さあ、じゃあここに入植をして、あとですね、入植できそうなところで言うと、プレオンって2ついけるんじゃなかった？ 3、 あと 1A3 にもこのまま入植しちゃってもいいかもしれないね、まあ、確認しながらになるとは思うんですが、ではね、ちょっと時間が長くなってきましたので、一旦ここまでにして、あと鉱物資源がだいぶ余裕が出てくる状況を作っていて、でちょっと待ってね。どういうことだ。侮辱的な態度で迫ってきたということだね。まあ王朝連合といってもまだまだこちらの方が力は上だと思うので、一旦放置しましょう。なので、次回以降はですね、少し艦隊の増強に重点を置いて、艦隊の増強が終わったら、いよいよ戦争準備というところに入っていこうかなというふうに思っています。では、今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。